はい、じゃあそろそろ、はい、はい、始めたいと思います。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。本日は、先日 の、 あのポップアップでもご好評いただきました、ブロックソンの UPS コレクションが、今週の金曜日に発売となります。村田さんよりご紹介いただきます。お願いします。はい、2回目ですけどね。さらっといきましょうか。はい、はい、すいません、ちょっといろんな商品の発売のスケジュールがいろいろとね、12月立て込んでしまったんで少し時間がね経ってしまったんですけど、このブロックソンの UPS シリーズ、まあ、これについてちょっと説明していきたいなと思います。まあ、前回ね、あのもう受注してくださった方にはもう商品の方は先に届いてるかなと思うんですけど、はい、調子いいです。はい、どうですか。調子良さそうですということですね。はい、じゃ あ、 早速ちょっと紹介していこうかなと思うんですけども、本当に1回説明してますし、まあ、オンラインの方にもね商品説明は書いてあるので、まあ、ちょうどねこれ3ピースで着ているんですけど、まあまあ、このブロックソンの UPS シリーズっていうのは、まあ、今回 URBS の方で限定発売という形で、発売するんですけど、それが今週金曜日ですから12月15日、はい、でオンラインと一部店舗の方で、展開をする予定となってまして、で、まず、まあ、発売するのが、まあ、これ着てるジャケットですよね。ジャケットとこのベストと、パンツっていう形になるんですけど、まあ、この3ピースあるんですけども、最大の特徴はこのオプタの、次世代型フリース、まあ、これですよね、うん、はい、で、まあ、これはオプタシリーズのこのシリーズっていうのはもうスノーピークさんであったりとか、いくつかのアウトドアブランドでも結構採用されてる、まあ本当に出たのが結構出た当初の時はあんま使ってなかったんですけど、もうここ数年というか今年特に、来年以降もまた多く出ると思うんですけど、とにかく従来のフリースに比べて軽い、うんうんうん、そしてすごくサラッとしてる。おそらくまあ、パンツ履いていただくと分かると思うんです。今までのフリースは結構まあ、ねっちょり感、まあ、表現が正しいか分かんないですけど、ねっちょり感が多少あるんです。暖かいから水分を結構フリースって奪っていっちゃうんで、でもこのフリースはそのねっちょり感なくてさらっとしていてふわっと暖かいみたいな感じなんですよ。なのでこのねベストとかもブルゾンも一回まあ半袖の上か裸の上に着てもらうとすごいこの素材の、良さが分かるかなとは思うんですけど、まあ、最大の特徴はこちらです。はい、で、今回まあ形に関してはまあ、ずっと僕が、まあ、数年前から愛用している、某ブランドのものをアップデートしたというような形になってまして、まずまあブルゾンなんですけど、まあ、シンプルな襟、スタンドブルゾンですね。これね、思ってるほど見た目以上に軽いですから、うんうん、はい、多分着ていただいた方はみんなそう言っていただくので、でそれでいて保温性もしっかりあります。まあ、中に関してはオール腕までオプタのこのフリースがついているというような感じですね、うんうんうん、しっかりとこう入ってますね。はい、で今質問よくいただくのが真冬でもいけるんですかっていう、まあその表現がちょっと難しくて、基本的にはもう今日とかだとまあ暑いぐらいですよね、うん、なのでもう本当に雪降っちゃって極寒ですよみたいなのはやっぱりダウンとかの方がいいと思います。ただ先ほど言ったように今の日本の気候だとかなり、使用頻度は高い、着る期間はものすごい長いと思います。でいてそこまですごいボリュームが出ないので重ね着なんかにも使いやすいっていう感じですね。本当に、春先でも使えるようなブルゾン
で、スタンドのエリンタイプにしていて、フードが一応収納していて出せる感じですね。で、まあ、大きなポケットがこの右左、大きなところが胸のところに一つあるって感じですね。で、これポケットの方は、まあ、これミリタリーの、まあ、デザイン、よくアウトドアとかでも使われるようなデザインなんですけど、中の方はポケットがメッシュになっていて、さらに中ポケットがあるんですよ。ポケットの中に、物がごちゃごちゃしないようにペットボトルぐらい入るようなちっちゃいこう仕切りがあるんですよ。これ使いやすいんですよね。僕はリップとか携帯とかここに入れて下にズドンと落ちないように、まあズドンと落ちるとどうしてもこうモコッとなっちゃうんで落ちないように使ってます。はい。で、あとはまあ裾の方にドローポートがついていて絞れるよっていうような感じになってますね。で、全体的に言うと腕とかはまあかなりたっぷりしてる。はい。なんでチャンピオンのリバースリューとか着ていただいても全然いける。で、着丈は結構短いんですよ。これで僕が着用してるのは L なんですけど、着丈は割と短く、身幅がかなり広いっていうデザインなので、なので使いやすい。今で言うと、まあ、中にベスト着て、スリーピースで着てますけど、パーカー着た時なんかにも身幅が結構たっぷりで丈短いんで、割と何でも合わせやすいっていうようなデザインなんですね。はい。はい。ですかね。ご質問来ておりまして、はい、数は少ないですかと来ております。どうですかね、どれぐらいが多いのかどれぐらいが少ないのか基準がちょっと難しいですけど、どうですね、まあ普通に、はい、商品数はあるかなとは思います。ちょっと何とも言えないんですけど、ちょっと割と連絡、まあすごくご質問をいただいてるのが非常に好評なので、実際なのでちょっと何とも言えないんですけど、まあ、数量はあると思っていただければいいかなと思うんですけど、もしまあ本当にご購入を絶対欲しいなという方は早めの方がいいとは思います。はい、はい、ありがとうございます。お値段いくらですか、はい、と来てるんですが、はい、一応ジャケットの方が、税込み 42,900円となっております。後ほど詳細もお伝えいたします。結構手頃だと思います、個人的には。はい、これ外の、ね、ナイロンは割とパリッとしたリップストップのナイロンなんです。なので結構シトッとしたナイロンじゃなくて結構パリッとしてますよ。なので、まあ、そのパリッと感が結構シルエットとか光沢感もあって大人っぽいって感じですね、うんうんうん、で僕はもうこれどうだろうな、2週間はずっと着てるよね。結構着てますね、はい、ほぼ毎日これを着てどんな感じ、もうどれぐらいなのかなとかモケモケするかなとかいろいろずっと試してるんですけど、全くこれもほぼほぼ11月ぐらいから着てるんですけど全く毛玉もできない、うん、でそれでいて洗濯機でもうバジャバジャ洗っちゃってます僕は。はい、ただ洗濯表示は手洗いになってるのかな、一応弱で洗えるようになってますね。もうバンバン洗えますね。で洗うとこの奥端のところがもう少しふわっとします。今はさらっとしてるんですけど全体的にふわっとするカシミヤみたいな感じですね、うん、はい、ご質問来ております。店舗はどこが対象ですか、はい、名古屋ありますかとのことなのですが、名古屋に関してはアーバンリサーチストアの高島屋ゲートタワーモールで展開、はいはい、予定となっております。はい、いつ発売ですか、今週の金曜日12月の15日発売となります。はい、皆さんコメントありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、たくさん、はいはい、なのでブルゾンはそんな感じです、はい、あ、まあ、止めたところも一応あれしておきましょうか、うん、そうですね、止めるとき気持ちいいんですよね。このボタンがちっちゃめのボタン使ってるんですけど、スナップのここがめっちゃ気持ちいいですよ、これいいっすね、これボタンのいいっすね、まあ、プチプチ押すやつあるじゃないですか、あれに近い、うんうん、わかります、わかる、わかります、はい、プチって、はい、これプチプチみたいなね、なんかマーブルみたいで結構気持ちいいんですよ、うん、はい、こんな感じです。結構着丈短め、身幅大きめ、ここの腕は結構ボリュームある、うんうんうん、はい、あ、
コメントがありがとうございます。早く欲しいです、はい、村健さんいろいろ教えていただきありがとうございます。村健さんでサイズいくつですか？はい、これで L ですね、はいはい、L で全然中スウェットでもいけます、うんうん、はい、でこれベスト着てますからね。そうですね、ベスト、はい、まあ今からも全然着れるんだけど春先いいと思いますよ。これ見た目が暑く見えないじゃないですか、うんうんうん、それがやりたかったんですよ。やっぱり冬あったかいものって見た目もあったかいじゃないですか、うん、でもそれって冬の期間しか着れないの で冬長いから大体3月ぐらいになったらもう冬服着るのめっちゃ飽きるんですよ。その時に寒いけど見た目ソリッドみたいなやつがあった方がいいなと思って、まあまあ、僕は作ったわけじゃないし企画したわけじゃないんであれなんですけど、まあ、それで、気に入ってきてるっていうのが多いですね、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。村健さんは身長どのくらいですか？それとがっちり体型ですか？はい、まあ、174で結構がっちりしてますね、はい、それで今 L サイズを着て、はい、L ですね、はい、ということですね。はい、ありがとうございます。はい、ジャケットですね。はい、こちらじゃあジャケットを詳細的にお伝えいたします。こちらが、税込み 42,900円で、サイズが ML、XL の3サイズで展開しております。はい、丈が短い、丈がそんな長くないんで身幅でちょっと調整かなっていう感じだと思います。そこまで XL でも丈は長くない、身幅が結構良かったですね、うん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 、はい、なんで僕の体型だったら L でもう間違いないですね。 M でも切れちゃいます。 XL でも切る。でもベストは L かなと。で170以下ぐらいの方だったら M でも十分、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてベストですね、はい、まあ、ベストも同じ仕様なんですよ。これまあ全くなんだろう、同じ、フルでオクタ入れていて、うん、スタンドタイプで、で、まあ、逆回のジップに対してで、裾にドローボードあります、はい、で、割とベストの方がこのジャケットに比べると身幅が少し細いです、うんうんうん、はい、まあ、細いって言ってもタイトっていう意味合いではなくてジャケットに比べると細いよっていう感じですね。まあ、それはバランスを考えて、まあ、中ダウンとかじゃないので、まあ、こんな感じですね、はい、はい、こんな感じで切れます。でスタンドで、上と下にボタンがあって広くなってるんですね、うんうんうん、でポケットは、デザイン的には一緒ですね、はい、まあ間違う、ここにあって中にちっちゃいポケットあるよ、うんうん、ちっちゃいポケットが本当便利なんですよね。めちゃめちゃちょうどいいところにあるんで、はい、でポケットもね逆回できるようになって上からしても下からでも開けるようになってるんで、はい、これベスト、はい、はい、ありがとうございます。ベストの方がお値段が税込み 26,400円でこちら ML、XL の3サイズです。はい、僕は全部 L ですね、はい、サイズで、で最後が、パンツ、はい、パンツに関してはこれ僕 L なんですけど M でもいけるかなと思うので、ちょっとこうゆったりめな作りです。パンツがやばいですよ、これ見てください。どうなんですか、オールですよ、オールオクタのフリース使ってます。でこれだと普通のフリースパンツ履くとやっぱり結構締め付けるっていうか結構ギュッとくるじゃないですか足、うん、全然来ないんで、はい、なのでもちろんフリースがダメって言ってるわけじゃなくて自分もフリースのパンツも履くんであれなんですけど、ただフリースと比べるとこっちの方がよりソリッド感がある、履いた時のこのサラッとしたソリッド感、それと保温性がある、ちょうどいい保温性かなと思いますね、厚すぎない、で、ワイドテーパー結構渡りはあります、うん、でまあそれぞれにロプソンのこのミリタリーの今回 UPS のコレクションで、
まあ、ミリタリーのタグを入れてるんですけど、結構ここもアクセントになって、いいかなと。ナイロンパンツってこういうところにタグあるのであんまないと思うんで、うん、はい、で、ストーンはドローコードで絞れますという感じですね。この多分パリッ、音が結構すると思うんですけど、こうシャカシャカ、これがパリッとかなっていう感じですね。この外側の張りのあるナイロン、軽いナイロン、リップストップ、はい、うんうん、ポケットはメッシュにしてますね。こちらもそうですね、まあ、この辺の通気性を考えて、メッシュにしてるっていうことですね。はい、なのでパンツは結構ゆったりしてると思っていただければいいですね。ただまあ、あの裾でドロコードで絞れますんで、絞っていただいてオーバーパンツとして履いていただくこともできます、うん、あとは、まあ、特徴としてはここの膝下からダーツ入れてるんですよ、ま、真ん中にダーツがあるの分かります？こう、あ、ちょっと分かりづらいかもしれないですね。こんな感じで分かるかな、ダーツ。あ、はい、ここに縫い目が、はい、縫い目が入ってるんですよ。入ってますね。なのでこの縫い目でちょっとテーパード感というか、うんうん、あのこの裾のクッション感っていうのがうまく出るように作られてるので、結構これがないと裾のたまりがこうなるんです、うん、横がちょっと広がってクシャッとなるんです。ここに真ん中にこれダーツを入れてあるんで、あんまり広がらずにストンと落ちてダボつく感じなんですよ。なので裾のたまりがあのワイドなんですけど、ワイドテーパードで、あのそこまで裾幅めちゃめちゃ細くないんですけど、そんな広がらないんですよ、うんうん、ここがポイントかなと思います。特にまあこの990の V6 かななんかは非常に相性いいと思います。はい、はい、まあ、冬の今からの普段のもう多分週7ですね。週7、はい、もう寒くなったら週7、家でも着るし、出かける時も着れるし、で重ね着しなくていい。なのでこのパンツに関して言うと、僕は個人的には中にタイツとか履かない方がいいです。あの素肌で感じた方が気持ちいいです。はい、以上です。はい、ありがとうございます、はい、こちらパンツの方がお値段が税込み28,600円で、サイズ ML、XL の3サイズとなっております。はい、はい、ところどころね、はい、ダーツがねこう斜めに入ってますけどね、うんうん、このまあミリタリーのデザインというか、あのトップスもそうなんですけど、全部統一してこう肘のところとかダーツ入れて、動きやすさ、シルエット、まあ、デザイン、シルエットの、若干の、変化みたいなところですね、うんうん、はい、コメント来ておりまして、このセットアップにアウター着るならどんなものを合わせますか。あ、この上の、この上のアウターですか、うん、この上から、上からか、まあ、上からどうだろうな、まあ、どうですかね、ロングコートかなと 思っちゃいますね僕は、うんうん、もうこれだったら、ロング丈のバフワとか、あのロング丈のステンカラー、もしくはテアトラの、デュアルポイントあたりの丈長いやつの方がいいかなと思って、まあこれブルゾンだからブルゾンブルゾンになっちゃうし、もしくはこれ着るんだったらこの上にダウンベストもありかなと思うんです。うん、はい、中脱いでね、はい、僕はでもブルゾン、こういうスポーツスタイルなんだったら本当にちょっとモード感のあるロングコート着る方がかっこいいかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、パンツ L サイズ着用ですか、はい、L サイズ、パンツ L ですね、はい、はい、ウエスト結構ゆったりめですね。だから紐とゴムがあるんでギュッと絞っちゃえば全然いけるんで、もうちょうど気持ちいいぐらいのサイズ感にしてます。なので僕はいつも履いてるよりちょっと太い、太めには仕上げてるので、まあ、それは裏がやっぱりついてるってことで少し太めに仕上げてます、うん、はい、よりこう不快感のない、ストレスのない感じにしてるって感じですね、うん、ありがとうございます。はい、先ほどのアウターの方ですね、ありがとうございます、静岡の店舗駆け込みに行きますと。ありがとうございます、ありがとうございます。静岡だとイルマニアさんから行っちゃうかな。そうかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、今のところご質問は以上になります。はい、まあ、ぜひね、店舗の方と EC の方で、それと来週ぐらいからちょっともう一段階ぐらい気温下がるかなと思
ますので、うん、まあ、ちょっとまだね暑いですよね。あのただ、まあ、必ず寒くなるんで、あのこの寒くなって正月とかも最高だと思うんで、パンツ特に最高だと思います。ただまあ使いやすいのって、まあ、スリーピースが一番いいんですけど、一番使いやすいのはやっぱブルゾンかなと思うんですけど、僕個人的にはこのパンツがすごく気に入ってる。それとあとこのベストですね。なんだかんだ言ってベストは他のものとの相性もいいって感じなんで、結局じゃあ3つ買ってよってことなんですけどね、うんうん、はい、3つセットの方がおすすめです。はい、あ、 M 着てみてほしいです。はい、 M 着てみます。そうですね、ちょっと上だけでも、はい、L とのサイズ感の違いを知りたいです。はい、 M でも全然あれですね、うん、上だけでいいんでしょうか。下もあった方がいい。上一旦新そうですね、上も上を一度全然切れちゃいますよ、うん、M でも十分。ちょっと丈が短くなりますよね、先ほど。そうですね、若干、はい、まあ、身幅もちょっとちっちゃくなる。ここがやっぱりキュッと、裾、あの白い T シャツがギュッとなってるので、それぐらいですね。うんうんうん、はい、まあ、切れちゃうんですよね、全然。ただやっぱり丈感とか考えると175ぐらいの方でたっぷり着るんだったら L がいいかなと思いますね。ちょっとこれフード出しちゃってるんであれですけど、はい、先ほどと右感違います。そうですね、はい、結構違いますね、はい、丈の長さがやっぱり短くなるので、うん、ここが、まあ、身幅はそんなにね、すごい、めちゃくちゃ変わるわけじゃなくて、まあ、これだと、僕で言うと、ジャストサイズって感じですね。うんうん、はい、もうジャスト。な感じですね。はい。はい。僕も気持ち、丈欲しいかなって感じですね、僕は。はい。じゃあ、村田さんが174センチになっております。はい。ぐらい。はい。ありがとうございます、はい。オンラインは15日の何時から発売ですか？一応15日の12時なんですけれども、一応システム上前後する場合がございますので、そちら、あらかじめご了承いただければなと思います。ですかね。皆さんコメントたくさんありがとうございます、はい、ありがとうございます。ぜひね、着てほしいですね。そうですね、一応アーム、うんうん、はい、実際に、店舗でも一部店舗で、ご覧いただけますので、店舗の詳細に関しては、インスタグラムの方でまた告知をさせていただきます。あ、 M サイズ参考になりました、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ L の方がね、こんな感じで身幅もよりある、うん、丈が全然、丈が違います。そうですね、はい、なんでロンティーの上だったら M でも僕いけないことないけど、スウェットの上から着れない、あのスウェットパーカーだったら絶対 L の方がいいですね、うんうん、はい、165センチなら M で大丈夫ですね。 M で大丈夫だとは思います。はい、はい、M ですね、ありがとうございます。はい、L はこんな感じ、やっぱり竹のボリューム感が、ね、違いますよ、うん、今 M サイズです。これ L です。 L サイズ、はい、今は L サイズですね、うん、はい。店舗は全店舗で販売ですかと、コメント来てるんですが、一部店舗になりますので、はい、この後ちょっとあのインスタの方で、流させていただきます。ダイワー39、ダイワピア39のダウンと合わせたいのですが、素材感的に合いますか？素材は合うと思いますよ、うん、はい、僕もそれで合わせる予定なんで。あ、はい、じゃあ完全に合わせられるということで、はい、まあ、はい、ところの素材ではないですけど相性はいいです。うんうんうん、はい、ありがとうございます。他、ご質問大丈夫そうですかね。そうですね、あとはまあコメントとかね、あの、はい、DM とかいただければ、はい、はい、ちょっとまた15日までだから、でオンラインの方にはもう詳細上がってるので、あ、そうですね、事前にちょっとサイズ感とか見ていただけたりとかするかなと思いますんで、うんうんうん、はい、はい、ありがとうございます。あ、あ、最後に、今着られてるロンティーはどちらのですか？これロンティーは、まだちょっと開発中の、ロンティーで、まあ、来年発売すると思います。はい、はい、
ぜひお楽しみに。はい、シンプルなロングシリーズですね。はい、これはイエスグッドマーケットで出した T シャツの長袖バージョンを今ちょっとテストしていて、うんうんうん、はい、イエスグッドマーケットの前回発売した T シャツの長袖と思っていただいたらいいかなと。はい、はい、ありがとうございます。はい、すごい好評だったんで今ちょっと作って形いろいろやってます。はい、そちらもお楽しみということで、はい、じゃあそろそろですかね。なんか最後にございますか？そうですね、まあ、最後にというか、まあ、あと1回ぐらい、うち2回は今年やろうかなとはライブは思っているんですけど、まあそうですね、今年は結構どうだろう、まあ、個人的に結構自分の好きなものをかなり発売させてもらったんで、皆さんもしかしたらクローゼットが被っちゃってるっていう感じだと思うんですけど、ただまあ多分時期によって違うし、微妙によって使い方が違ったりとか、まあ、できるだけなんか自分の毎日のスタイルにストレスがないようにして、より良い生活を送ってほしいっていうのが、まあ、僕の個人的なファッション、もちろんその TPO に合わせるんですけど、まあ、普段使いとしてはそうであってほしいなっていうところがあって、でこのシリーズも本当にかっこよくて、機能的で気持ちいいみたいなところをこだわってる商品なんで、ぜひね店頭で、見ていただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。あとコメントもたくさん皆さんありがとうございました。今週金曜日発売となりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。